成しました。じゃーん、こんな感じで今回はお客さんが、ウレタンを成形してくれたんで、僕の方では表皮だけ作りました。これで5時間ぐらいかな、5時間張り込みまで、まあ途中昼飯食ったりもしてるんですけど、正味だからまあ4時間半とか5時間ぐらいで完成しています。裁断からね、縫製して張り込みまでで、ね、それぐらいです。裏側のこの処理、今回はビス止めでっていう話で、この仕上げだとこういうビスで止まってないところっていうのは接着も何もしてないんで、ビス止めしてない状態でカポってかぶせた時にもうすでにだいぶこうピンと張ってないと、こういう風な張りのあるね仕上がりにはならないんで、意外とこの仕上げって結構難しかったりしますね。車のシートとかにあんまりないと思うんで、まあ、このシートの仕上げならではって感じですかね。この表皮乗っていくと結構こうクタッとして、なんか体が当たる部分のツヤがより飛んでヴィンテージルックな風合いになりやすいんで、結構よく使えますね。これからね、お客さんに、メール送ってみて OK 出れば、発送っていう感じですね。はい、以上カスタムシートでした。では。